えー、こんにちは、そっかいとのこぼです今回は、勇気についてお話していこうかと思いますまあ、ご存知のように、私49歳ロスジェネ世代、まあ、ったらなかなわけなんですけども勇気をね、出さないといけない場面っていうのは今までも何度もあったんですよねまあ10代の頃は、好きな女の子に告白する勇気っていうのがね、いったんですよねで、この勇気はなかなか出なかったです結局は 誰か女の子の方がこっちの方に来てくれればいいのになみたいな感じでね自分と全く関わりのなかった自分の理想の女の子が向こうから来てくれることばかりを期待していましたねここにはは勇気は全くないです <laughs> でも勇気を出さないといけない時っていうのはたまにね人の力を借りる時があるんですよ例えばあの好きな女の子に告白したいなでも直接は勇気がないから周りのクラスメートの男の子とかに いや俺ねねあの子が好きななんんだよねーっていうわけなんですよ。でもいきなり言い始めてもねそれはそれで勇気がないんでまずは「お前らなんかクラスに好きなことがいないの?」って聞くわけなんですよ聞いてまずは「お前は?」って聞かれるのをこうね探るわけですよねで「お前どうなんだよ」って聞かれた時に「いや俺さ」とか言ってねやっとその時に本題が出るみたいなだから勇気を出そうと思ってもいろいろね当時は段取りがあったわけなんですよ まあ年齢を重ねるに従ってそういうふうなことをね打ち明けられる人もいませんしもう自分が思った人と共通の、まあ、知り合いっていうのもなかなかできなくなってきたんで自分で行動するるししかないなないいっっててうふうにに腹をくくれるようになってきましたえそしてもう一つは、まあ、恋愛についてはね私の朝のライブ放送でたまに来てくださる、まあ、H さんの例もあるんですけどもあの恋愛についてはある程度は先着順なんですよ。 まあですんであの子いいなと思っても同じように思っていた他の男性がですね先に勇気を出してアタックすればあとは順番待ちになっちゃうわけですよね。で女性からしてもこれはあんまり意識してないかもしれませんけども勇気を出してアタックしてくれるぐらいの人じゃないと、まあ、あの選別にね適さないってことなんでしょうねそれは現実ね。で、まあ、ですんで 告白する勇気がない人と告白する勇気がある人でいうと、まあ、まずは告白する勇気がある人の中から選ぶってことになるのは致し方ないことかなと思うんですよ。さあそれで恋愛事情ですけども大体30を過ぎるとねもうなんかまず行けみたいになってきますね。それは腹がくくれてきたというよりも勇気を出したというよりもどちらかというと勇気を出さざるを得ないという状況ですかね。時間は過ぎていって自分の状況もどんどん不利になると。 女性だけじゃなくて男性も年を取れば取るほどねやっぱり有利になることはないわけですよもちろん男性が同世代にアタックする場合はまあ違うんでしょうけども30過ぎても20代の女の子に <laughs> 行きたいわけですからそりゃねなんかおっさんが来たみたいに思われるその勇気はいりますよ、うん、でも30ですらおじさんなんで30半ば30後半そして40を迎えるっていうことを考えるとやべえ今のうちに言っとかないと。 チャンスはないぞと思うまあそういった恐怖にね、えー、駆られて勇気とも言えないような勇気を出すわけなんですよ。さあそこでですねこの私勇気の正体をねあのノクさんも動画を撮ってくださったんでちょっと概要欄に付けておきますけどもその勇気っていうのを私はねちょっとおこういうふうに考えてるんですよ。それは勇気っていうのは恐怖がなければ生まれないってことなんですよね。怖いからこそ勇気が出るんじゃないかなと思うんですよ。その怖さから逃れるため 例えば恋愛で言うとねその怖さっていうのは振られる怖さなのかアタックするための状況がもっと悪くなるっていう恐怖なのかなんですよですんで年齢を重ねていくとねどっちかっていうとこのまま黙っていたらもっと不利になるっていう恐怖の方が先に立ってあもう言っとかないとダメ元だみたいな気持ちが強くなるんですよでも10代の頃っていうのはまだ先があるやと思っちゃうだから このままほっといても状況はよくならないよっていう恐怖よりもアタックしてダメになって卒業まで気まずいみたいなね <laughs> そんなね恐怖の方があったんですよねきっとノクさんいかがですかそして皆さんはいかがだったですかはいで途中 FX のことも勇気に絡んでねお話しくださいましたノクさん確かに私はねあのー、慎重であるがゆえに臆病になったことが自覚しながらあるんですよでもこの臆病と私は戦い続けてきました しかも私動画放送してますんでねどういう風に思われるかなっていうのもあるわけですよそういう恐怖もありましたやっぱその中でノクさんは的確な指摘を下すってそしてある意味ね私に勇気をくれたんですよあっノクさんにメールをさせるぐらい見られてるんだなとうんそのぐらいやきもきされてるんだなと思うとノクさんの気持ちにも応えるためにもここで自分を突破しないといけないなっていう気持ちとここで突破したら ノクさんに対しては顔が立つけども自分のエフェクスタイルが壊れるんじゃないかなと思うその狭間でですね揺れ動いたところがありましたさあそこでですね勇気をどっちに使うかって問題が来るわけですよということでね勇気と恐怖ってのは私は表裏一体もしくは一心同体なような気がします勇気と怖さっての恐怖っていうのがこういうふうにね網の目のように絡まって一見同じように見えるのではないかなと思うんですよ で、見える角度によっては恐怖に見えるし、見える角度によっては勇気に見えるし、みたいなところかなと思うんですよ。勇気を出すところには、恐怖を振り払う気持ちがあるし、恐怖に支配されるときには、勇気が支配されている構図がある。そんな感じですかね。私の大好きなボクシングのドラマ、ロッキーの中に、こんな言葉があるんですよ。ロッキー5だったかなトミー・ガンというね、えー、サブ、主人公が出てくる回なんですけども、彼にロッキーはこう言うんですよ。 恐怖っていうのは心の中に燃える炎なんだ火なんだそれを扱いきれるとその炎はパワーを出してくれるでも扱いきれないとその炎が自分を焼き尽くす自分を燃やしてくれる炎にするのか自分を燃やし尽くすのかそれが僕さんにとってのものすごく原動力になるんだみたいなねこんなやりとりがあるんですよで私もその言葉に、ね、ものすごく簡単してですねあなるほどなと思った覚えがあります、まあ、その気持ちと結構近いのかなと私がずっと勇気と恐怖が 一体化っていうふうにもやもやしたところで、まあ、ロッキーという映画が見事に言葉にしてくれてたところがありますねでノクさんの状況を言えばねやっぱこう派遣社員というところがあった派遣社員で、まあ、お給料をもらいながらなんとなくその環境を過ごしていくそんな場面を私は想像するんですけど私は派遣社員になったことがないんでなんとなく分かりませんけどもでも今の状況を離れることっていうのは次の準備がしっかりできていたら 離れるることとはできると思いますけどもそうじゃない時にこのの組織を離れるる活動をすすいいうのは結構怖いですよね休みを取ったり残業を断ったりっていうまず段取りがあってその勇気を出せるかどうかそこに打ち勝てるかどうかがまずはチャンスが開けるかどうかの糸口になったんじゃないかなというふうにノク、えー、さんのことをね見て思いましたまあノクさんの得意分野ですとかその他の細かいスペックっていうのはまだまだ測りきらねるところがありますけども私がノクさんに対して 思うのはやっぱりノクさんは勇気を出すところで謝らずに出してる人だななと思ったわけなんでですよねフェイスブックの表現にしても今までの動画の表現にしてもものすごくノクさんの特徴を捉えてるのはあの私とすごくね似てるところからっていうかね <laughs> 私も地下アイドル大好きで <laughs> 地下アイドルさんを応援するイベントを広島で組んで、えー、そこでね働いていたこともあるぐらいで、まあ、働くって言ってもこれはねボランティアなんですけどもで10代の女の子とかが。 ステージに登って頑張る姿をいろいろなバックアップをしてですね、えー、やらしてもらったこともあって、うん、なんかすごくいい思い出になったなとでノクさんもね、まあ、たまにこのアイドルさんのおステージに参戦するということですそういうのを表現するのも一つの勇気なんですよここでねちょっと奇妙なことが起こるんですよ自分の大好きな世界観をなんで人に話すのに勇気がいるのかなってことなんですよねこれも恐怖であり、まあ、一つの勇気であるということなんですよね 自分の世界観を話すことによって偏見の目で見られることにちょっとね恐れがあるんですよでも大好きなことを、まあ、嫌なこととか変なことっていうふうに思ってないからこそ大好きなわけですよねもちろん犯罪的なこととか人に迷惑をかけることっていうのはあやっぱり褒められたことではありませんしそういうのはねなかなか人に表現するのは難しいですけどもでもアイドルさんを応援する行動っていうのは私たちロスジェネ世代がやっていかないと。<laughs> 言ってみればねおじさん世代とかねキモい世代がやんないとそれゃ10代の女の子はファンをね失うわけですよ圧倒的なボリュームゾーン、うん、だからここはねアイドルさんも、まあ、まず40代50代の人がファンに来るよねそのぐらいは来るよねっていうところで、まあ、勇気とかそれからあー恐怖っていうのを扱い切れてるんじゃないかなと思うんですよね確かにねいきなり自分の 女の子から撮ってですよ女の子の美味しい年代の人がファンでバーッと並ぶとは思わないんで最初はこのぐらいの人ぐらいは来るだろうっていうふうにね考えてまあパフォーマンスするんですよねだからねアイドルさんのコンサート行くとあの結構ね夏メロやってくれるんですよ40代50代の好きな、うん、1970年代80年代ぐらいの曲をやってくれるんですようるせえやつらなんていうね好きよ好きよ好きよ俺もみたいなのやりやすいですよね愛のおのさんも。 体験したこととがあるるんじゃないかと推察するわけですすけどいかがで,すか、ねはい、でまあ勇気にしてもそれから恐怖にしてもいろんな場面で私たちの感情を掴んでくれるわけなんですけども私はね重ねて思いますけども怖ければ怖いほどその怖さが固まれば固まるほどですね勇気も同じぐらい大きくなっていくと思うんですよそれがだから勇気と怖さが一体化してるって考える私のゆえんなんですよねで勇気とそれから怖さってのは どっちがどのぐらいの割合か分かんないままこうやって大きくなっていくんですよそしてある時それを出したときにほとんどのこの塊が勇気に変わって恐怖がちっちゃくなっていくしで恐怖に自分が意識を向けると恐怖が大きくなって勇気はしぼむしって感じでね一瞬にしてこうね立場が入れ替わるそんな感情なんじゃないかなと思いますえそして勇気を出す癖がつくと勇気を出せる癖がついてくるのかなと思いましてど,どんどんどん強気になれるし かかつ慎重にななるのかなと思います今回のノクさんの動画、私も非常にね、自分の反省を思い出して、苦笑いしたりとか、にやりとしたりとかね、えー、心にいろいろと思うものがありました。さすがノクさんだなと思いますね。いい動画ありがとうございます。で、この動画をご覧になった皆さんも、概要欄からノクさんの動画のリンク、こちらの方をクリックしてご覧いただきたいと思いますよね。そしてノクさんの動画に、いいねボタンをお願いします。それではよろしく、メーカドックいってらっしゃい。